ニューヨークロワイストサイドにあるスーパームーンベイクハウス、おしゃれで斬新なブレッドたちが立ち並びます。私が選んだのはシリアルがふんだんに入ってるクロワッサン。クロワッサンの中にシリアルがたっぷり入ってるの。甘いリキュールが入っててすごくいい香りがしたの。クアンが言うには確か死ぬ前に食べたい言うとったやつや。次はスモアチョコクッキー。上に焼いてあるマシュマロが置いてあるんだけど、もっぱり伸びるのです、これ。中にはマカダミアナッツが入ってて、チョコとナッツとマシュマロのハーモニーがとても美味しかったの。ギトギトしてる感じはするんだけど、これぞアメリカのクッキーって感じだよね。個人的第1位はこれ、ココナッツとライムが入ったシュークリーム。これね、クリームめっちゃ甘そうに見えるやん。けどね、さっぱり、これライムで酸っぱくて美味しいの。一つペロッと食べれた。これナンバーワンです。おすすめです。